今回は私が行っている動画編集のワークフローについて説明をしていきたいと思います。あくまでもこのワークフローは私のやり方になるので、プロの人から見れば間違ったやり方になると思います。あくまでも参考程度にしていただければと思います。では早速編集方法について説明をしていきます。今映っている映像は完成したシーケンスです。 BGM に合わせて映像を配置しています。まず初めに行うことがカット編集になります。カット編集は不要な映像をカットしていく作業となります。はい、今画面が切り替わりましたが、こちらがカットされた映像を保管しているフォルダーとなります。まあ、カット編集では一つの映像から使いたい箇所を見つけて不要なところをカットしていくという作業になります。例えばこのシーンですが、友人がヘルメットを脱いでグーサインを出している、まあ、そういったところだけの映像となります。今再生バーの下に青い部分が表示されておりますが、こちらがカットされた箇所を表示しております。黒く表示されている箇所については不要となった映像ですね。まあ、このように使いたい箇所をカットしていくことで後の編集作業が効率化されていきますので、まずはこの作業を行いましょう。カット編集が完了したら今度は BGM を選びましょう。 BGM に関しては私はアートリストを契約していますので、いつもこのサイトからダウンロードをしています。左側のメニューからなんとなくのイメージでもいいので、使いたい映像に合った音楽を検索していきます。まあ、今回ですとシネマティックな映像を作りたいと考えていますので、劇的な変化がある音楽を探していきます。コツとしてはこの波長を見ていくと大体の音楽の抑揚がイメージできるかなと思います。例えば今この再生しているものであれば、抑揚がかなり分かりやすくついていますので、場面の切り替えがとてもやりやすい音楽になってるかなと思います。音楽が決まったら早速シーケンスに配置していきます。こちらまだ音楽のみとなってますので、音楽が流れるだけの状態となってます。先ほどカットした映像を配置していきます。この配置作業については使いたい映像を配置していく感じですね。全体の映像のイメージを想像しながら配置していくとやりやすいかなと思います。音楽を聴いて映像を切り替えたい部分に映像の後ろを調整していきます。この今見える作業ですと映像の後ろの調整をした後、音楽で切り替えたい部分に映像の後ろを合わせていきます。その後映像の開始部分を音楽の開始部分に調整すれば音楽と映像が合った状態になります。再生するとこのような感じになります。ゆっくりとカートの間を通っていって、一番後ろの人が消えた瞬間で音楽の切り替わりがあるような感じになりますね。あとはこの繰り返しで映像を配置していきます。コツとしては主に次の4つを意識すれば良いかと思います。1つ目、映像と音楽のタイミングを合わせること。2つ目、ワンカット10秒以下にすること。3つ目、同じテンポのカットを意識する。4つ目、同じテンポのカットを使いすぎない。この4つ目ですが、3つ目に矛盾するようなイメージがあるかと思うんですけれど、イメージとしては3秒間のカットを3連続で使用した場合、次のカットでは倍の6秒のカットにするなど、時々テンポを崩してみる、そんな感じになりますね。こちらが映像を配置した状態のシーケンスになります。次に行う作業としては映像のアスペクト比などの調整となります。私の場合、映像のアスペクト比をシネマスコープという 2.35:1 フレーム値で言うと
3840×1634 などにしております。そのため普通に撮った映像では映像の縦フレームに合っている状態となるため映像の横フレームに余りが出てしまいます。ちょうど黒い部分がそれにあたります。そこでアスペクト比を調整していきます。使用するのはレイアウターです。レイアウターを開いてストレッチの項目で横フレームに合わせるボタンをクリックします。そうすると黒い部分が消えております。この作業を全体のカットにも適用していきます。適用していくと中には映したい部分が映らない映像が出てくると思います。その場合レイアウターを使用して位置を調整していきます。これでアスペクト比の調整は完了です。次に行う作業としてはトランジションの追加です。トランジションとは映像をフェードイン、フェードアウトなど変化を与えることです。今回は映像の開始部分を徐々にフェードインさせることを行っていきます。使用するのはディゾルブというトランジションです。このトランジションをフェードインさせたい箇所に設定していきます。そうしますとこのようにフェードインした映像になりますね。でこの後フェードインの長さをですね微調整していきます。全体的にフェードインフェードアウトのですね調整が完了しましたので、次はここのシーンですね。今のシーンで旗が横切ったかと思うんですが、このタイミングで映像を切り替えたいなと考えておりますので、その作業を行っていきます。で使用するものがマスクというエフェクトになります。こちらがマスクの設定画面となります。少しですね表示サイズが大きいので縮小していきます。で左上にある図形で四角いものを選んで適当にですね画面外のところに設置していきます。次にですねこの四角い枠を徐々に旗の動きに合わせて表示域をですね増やしていくということを行います。映像をですね一旦旗が横切ったところに設定をしてキーを打っていきます。このあたりですね。それに合わせてこの四角い枠をですね伸ばしてやります。イメージとしてはこの四角い枠の中が透過される、要はですねこの下に配置している映像が映し出されるというようなイメージになります。このままでは映像の動きとこの四角い枠の端っこの部分がですね合っていないような形になりますので、微調整を行っていきます。旗の形に合わせてこのようにですねシェープの形、四角い形を合わせていくという調整になります。映像をコマ送りしながら微調整、結構大変な作業になるんですけれど、この作業が映像のクオリティに直結してくるような感じになりますので丁寧に行いましょう。この四角いシェープに動きをつけましたら、右上にあるフィルターをオンにして不透明度をゼロにしていきます。マスクの設定画面を閉じて再生をしてみますと、このように後ろの映像が徐々に映し出されていくような絵になります。このままですとね旗の切り替わり部分が、まあ、シャープな形になってしまうので、ここでちょっと工夫をしてぼかしを入れていきます。再度マスクの設定画面を開いて、右側のメニューからエッジという部分ですね、こちらのソフトというところの値を増やしていきます。このあたりは好みに合った量を適用してください。でこちらが完成した映像となります。旗の境界線がぼかされて自然なイメージになりますね。この後タイトラーを使って文字を作成し、その後文字に動きを同じような形でつけていきます。また映像に合わせてサウンドエフェクト、効果音ですね、こちらの方をつけていきます。最後に映像に色をつけていきます。色をつける際に利用するのはエフェクトにあるカラーコレクションのプライマリーカラーコレクションというものです。今回は
すでに用意しているプリセットを使っていきます。プリセットを設定しますと今映像の雰囲気が変わりましたね。このような形で映画っぽいような少し緑がかった映像に仕上がります。適用前、適用後、全然イメージが変わってきますね。このあたりは好みになってきますので、微調整をしたい場合については先ほど説明しましたプライマリーカラーコレクションの設定画面を開いて各項目のですね、値を変更して調整を行っていきます。最後にこのカラーコレクションを全体に設定しながら微調整確認を行っていきます。以上で映像編集の説明となりますが、あくまでも私のやり方となります。正しいやり方はもっと別にあるかと思いますが、ぜひ映像制作をしてみたいけれどどのように編集をすればよいかわからない、そのような方は参考にしてみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。